はい、今回は、打鍵音で楽をしようということをちょっとお伝えしたいと思います。どういうことかっていうと、普通の人が吹くとこんな感じです。ソラシドネミファシャープソを吹きます。こうやって吹きますよね。でも僕が吹くときはこうやって吹きます。これ何が違うんじゃいって思うかもしれないですけど、一個一個の音の出だしのところでふう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 ってやってるわけですね。でこれちなみに今タンギングも何もしてません。してないんですが、ちょっとはっきり聞こえると思います。ちなみにこれタンギングをつけるとより如実にわかります。わかりますかね。このはっきりさが全然違うと思うんですね。打鍵音っていう吹き方をするようになると、すごく吹くのが楽になります。どういうことかっていうと、普通に楽器を何も考えずに吹くと、ブロックのように音って出ると思うんですよね。まあここが音量5だとしたら、音量5に対してこうベーって吹くわけですね。ドーって。でそうするとこの、ソの量の息の量が常にかかるわけですよ。伸ばせば伸ばすほどなくなっていくっていうことになるんですね。でも打鍵音にすると、最初ちょっとピコンって7ぐらい使うんですけど、7、2みたいな、7、2、7、7、3みたいな感じの音の使い方するんですよ。こんな感じになるんですね。何もしないとこんな感じです。でこのグラフの、こうグラフがあったときに、ここの面積が息の量に全て直結するので、音がこう長ければ長いほど打鍵音を使ってないと疲れるんですよね。息なくなっちゃうですよ。まあ、そうすると伸ばしが長くできなかったりとか、いろんな音量のコントロールできなかったりとか、まあ、するんですが、まあ、そういうことがなく、すごく自由に、でもかつ、そんなに別に音小さく聞こえてないですよね、きっとね。でそういうような吹き方ができます。これなんでかっていうと、ちょっと理由説明すると、人間の耳ってもう自然界の耳にすごく順応してるので、打鍵音っていうか、その打撃音をよく認識するようになってるんですね。人間の脳っていろんなことにチャネリングできるようになってるんですよ。まあ他の人がベチャベチャ喋ってても、目の前の人の喋ってることに集中しようと思ったらできるじゃないですか。それはチャネリングって言うんですけど、まあ要はフィルターがかかってる状態なんですよね。こっちの他の人がベチャベチャ喋ってたり、なんか車の音がガガ言ってるものがあんまり聞こえないようなフィルターをかけることができるんですよ、人間の脳って。まあ耳っていうか脳っていうのはできるんですね。でそれを楽器で楽器の演奏だったり、その聞こえてくるものに対してもみんなそういうフィルターをかけていて、あ、ここから先は不要な情報だなって人間って結構認識しているんですね。なのでこうバーって伸ばす時の最初の音ってのはすごくよく聞こえるんですよ。だけどその後の音ってほとんど聞こえてないんですね、人間って。その伸ばしてる中の音っていうのはあんまり聞こえないようになってるんですよ、脳みそが。なのでここの部分で節約してもあんまり気にならないんですよね。なんで音量を決めるのは一番最初の音の部分なので、そこの部分でしっかり音、まあ、ダイナミクスをしっかり決めた音量を出してしまって、それ以外のところでは、音を、まあ、スビートピアノしてしまっても、スビートピアニッシモ、まあ、急に小さくしてしまっても別に全然気づかないというのが人間の脳なんですよ。なんで、まあ、すごく合能的というか、ね、人間の脳に合った合理的というか、合能的というか、脳に合った吹き方なんですね。で、まあ、これをすることで息もそんなに使わなくていいし、音量も抑えられるので、こうなんかうるさいなみたいな感じにもならないと、まあ、すごくいいことづくめなんですが、まあ、これ当然常にやるので僕結構疲れます。疲れるんですけど、これができるように、これをマスターすると音を一個一個すごくはっきり、しますし、音の立ち上がりすごく良くなりますし、リズムももちろんそこでシンコペーションとかもしやるんだったらそれも良くなりますし、何よりその音の立ち上がり良くなるので、聴いてる方が、なんかかっこいいなとか、パキッとしてはっきり聞こえるなっていう風に聞こえるので、すごくおすすめです。で、まあ、もうこのレベルに達しているので、まあ、もうどんどん上に行ったらいいんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひちょっと取り組んでいただきたいなと思います。で、これも課題があります。で、課題は何かというと、2つというかですね、まあ、1個はその違いをまず実感していただくという意味で、普段の吹き方、そのブロックのようにソラシドレミファシャープソソソファミレドシラソっていうのを、吹くっていうのと、今お伝えしたその打鍵音のような、ソラシドレミファソを、2回繰り返してやるっていう感じですね。こんな感じですね。これ普通ですね。でこれに対して
打鍵音。ノーマルと打鍵音というのを2回繰り返して送ってください。これが1つ目の方で、もう1つが、ソラシドレミファソ その打鍵音だけで、送るというものですね。内容的には課題の1個目と同じなんですけれども、まあ1回目とにかくまず課題、1個目の課題ではその違いを実感してもらって、2個目の課題の方では、まあ、もうちょっとやり取りをしながら、そのスビートピアノでする時の小さい音量はこれぐらいだよとか、1個目 その息圧がちゃんとかかってないよとかっていうののやり取りのために今使うと思っていただければと思います。まあ、なんでとりあえず課題1を送っていただいて、課題2のやり取りをするというような形になるかなと思います。まあ、ちょっと大変、体がしばらく大変なんですけども、慣れたらものすごくいい演奏に、なるので、ぜひ習得していただきたいなと思います。以上です。